こんにちは、モナラスです。今回はブラックフライデーで特に割引率の高い人気商品を中心に買うべきものをまとめてみました。 Wi-Fi ルーターやタブレットなどの日用家電、 GPU や CPU などの PC パーツ関連、マウスやキーボード、モニターなどのゲーミングデバイス関連をそれぞれ分けて紹介していきます。また今回お得に買い物ができる重要なキャンペーンがあり、一つは最大 12% ポイントアップキャンペーン、もう一つは最大5万ポイントがもらえるプライムスタンプラリーです。この2つは購入前に必ずエントリーしておきましょう。詳しくは概要欄にまとめてあるので、そちらを参考にしてください。それでは早速セール品を紹介していきます。まずは日用家電から。1つ目は TP-Link の Wi-Fi ルーター、 33% オフの3980円。デュアルバンドの Wi-Fi6 対応でコスパ最強です。 Wi-Fi 環境で悩んでいる方におすすめ。続いて ASUS から出ている Wi-Fi ルーター、 19% オフの6980円。ストリーミングやオンラインゲームを楽しみたい人におすすめ。お金に余裕があれば上位グレードのこちらもおすすめ。1000円オフクーポンがついて11700円です。続いて最新世代の FireHD10、 30% オフの13980円。動画を見たり読書用として使うのにおすすめです。続いてこちらの iPad、 10% オフの44800円。旧世代と型落ちなんですが性能は十分でしょう。続いてこちらのワイヤレスイヤホン、85% オフの2093円。ノイズキャンセリング付きのもので安いものを探している方におすすめ。続いてこちらのサウンドコアライフ P2 ミニ、 20% オフの3592円。音質や充電の持ちも良くコスパ最強です。ハイレゾ再生やウルトラノイズキャンセリングに対応しているこちらもおすすめ。 25% オフに750円のクーポンがついてだいたい1万円ほどです。続いてこちらの AirPods Pro、 15% オフの33800円。過去一安くなっているので買うなら今がおすすめです。続いて最新世代のエコーショー5、 50% オフの4980円。発売してから4ヶ月ほどですが半額になっています。続いて最新世代のエコードット、 53% オフの3480円。エコーショーの液晶がいらないよという方におすすめ。続いて TP-Link のスマートプラグ、 36% オフの890円。Amazon 純正のものだと2000円ほどするので安く済ませたい方はこちらがおすすめ。続いてスイッチボットのスマートロック、 20% オフの9584円。外出先から鍵をかけたいならハブも一緒に購入しましょう。買うならハブミニより多機能でより自由な場所に設置できるハブ2の方がおすすめです。続いて TP-Link の屋内 Wi-Fi カメラ、 32% オフの3000円。ナイトビジョン機能で暗い部屋でもしっかり写すことができます。こちらの屋外用 Wi-Fi カメラもおすすめ、37% オフの4381円。音声通話が可能で宅配が来た時スマホから対応することができます。 Wi-Fi カメラ用のマイクロ SD はバッファロー製がおすすめ、 16% オフの1250円。キングストン製も安く 26% オフの1100円で購入できます。続いてアンカーのワイヤレス充電器、 19% オフの1200円。こちらのスタンドタイプも 20% オフの2000円となっています。複数充電できるタイプだとこちらがおすすめ、 36% オフの3200円と安くなっています。続いてアンカーの AC アダプター、 29% オフの5990円。最大 67W 出力なのでノートパソコンをつなぎながらスマホなどの高速充電に対応しています。続いてアンカーの USB-C ケーブル、 26% オフの1400円。 Type-C ケーブルで迷ったらこちらがおすすめです。続いてロジクールのトラックボールマウス、39% オフの4490円です。タボタンタイプも 29% オフの12000円とかなり安くなっています。続いてこちらのウェブカメラ、 20% オフの2400円。物理的に隠せるアクセサリーがついていたりと値段の割にしっかりしています。続いてエルゴトロンのモニターアーム、 30% オフの15980円。普段2万円くらいなのでかなり安いです。エレコムから出ているこちらも 27% オフの4200円とかなり安くなっています。続いてルンバ i3、 44% オフの44800円。ほぼ半額で過去一安くなっています。続いてエアロボのロボット掃除機、 30% オフの11830円。ロボット掃除機を安く買いたい人におすすめ。続いてアイリスオーヤマのスティッククリーナー、 44% オフの19990円。コードレスタイプの掃除機でコスパ最強です。続いてこちらの空気清浄機、 25% オフの18000円。乾燥してくるこれからの季節におすすめ。続いてこちらの加湿器、 11% オフと1000円オフクーポンで16800円。4リットルと大容量で給水が楽なタイプです。続いて PC パーツ関連の紹介。
1つ目は MSI の RTX3060 10% オフの 39,191 円、3万円台で購入できてお買い得です。続いて MSI の RTX4060 21% オフの 44,841 円、過去一安くなっています。続いて RTX4060Ti 20% オフの 59,856 円、こちらもかなり安くなっています。続いて Ryzen 7 5700X 6200円オフクーポンで 26,000円ほど。続いて Ryzen 7 5800X3D 8,000円オフクーポンで 44,000円ほどになっています。続いて M.SSD ウエスタンデジタルの SL770 は 12% オフの 8,430 円、クルーシャルの P5 プラスは 41% オフの 8,500 円、こちらはヒートシンク付きなのでプレステ5の増設よりもおすすめ。続いてキオクシア 15% オフの 8,480 円、 2TB の方も 15% オフの 15,280 円とかなり安いです。続いてコルセアの PC 電源 18% オフの 14,845 円、 1000W の方も 24% オフの 22,400 円とかなり安くなっています。続いて PC ケース、こちらのコルセア 4000D は 10% オフの 9,420 円、ホワイトも同様に安くなっています。フルタワーが欲しい方はコルセアの 7000X がおすすめ、 17% オフの 35,664 円となっています。続いてゲーミングデバイス関連の紹介、まずはゲーミングキーボードから。1つ目は APEX PRO 10キーレスモデル 22% オフの 25,645 円、日本語配列の方が若干安いです。英語配列は 20% オフの 26,382 円。続いて APEX PRO MINI 22% オフの 22,927 円、ワイヤレスタイプだと 25% オフの 29,385 円となっています。3万円を切っているタイミングはなかなかないので、購入するなら今がおすすめです。続いて RealForce GX1 10% オフの 29,700 円と3万円を切っていて過去一安くなっています。続いてロジクールのプロシリーズ、赤軸だと 19% オフの 9,800 円、青軸はセールになっていませんが1200円分のクーポンが利用できるので実質同じ値段となっています。続いてロジクールの G813 27% オフで 16,800 円、ホワイトカラーのタクタイル式のみセール対象となっている点に注意しましょう。続いてコルセアの K60 プロ10キーレス、ホワイトモデルは 29% オフの 13,600 円、ブラックモデルは直近で 13,980 円だったので大体 20% オフですね。続いてエレコムのメカニカルゲーミングキーボード 20% オフの 4,000 円、安価帯のキーボードですが耐久性やクオリティはかなり高いので初心者におすすめの一品です。続いてゲーミングマウスの紹介、1つ目はロジクールの G プロ 15% オフの 9,980 円、1年保証の方だけセール対象で Amazon 価格を見ると過去一安くなっています。続いてレーザーのバイパー V2 プロ 20% オフの 17,419 円、ホワイトモデルもセール対象で価格は同じです。バイパーアルティメットの後継機で 74g から 58g とかなり軽量化されているので老戦士向けの方におすすめのマウスです。続いてレーザーのバシリスク V3 プロ 15% オフの 19,980 円、ホワイトモデルもセール対象で価格は同じとなっています。続いてレーザーコブラ16% オフの 4,980 円、デバウンス遅延の少ない軽量マウスでコスパがいいです。続いてレーザーデスアダー V3 12% オフの 8,780 円、ポーリングレートが 8K まで対応しているモデルで安くておすすめです。続いてスティールシリーズのライバル3 22% オフの 3,091 円、無線タイプも 22% オフの 4,645 円と 5,000 円を切っています。続いてスティールシリーズのエアロックス3ワイヤレス25% オフの 9,882 円、スノーモデルも同様に安くなっています。有線タイプのエアロックス3ブラックは 20% オフの 6,384 円、スティールシリーズ製品はこちらのクーポンを使うとさらに500円引きになります。続いてゲーミングモニターの紹介、まず1つ目はこちら 25% オフの 17,800 円、フル HD の 144Hz 応答速度 0.6ms と性能とコスパ両方に優れています。続いて BenQ の XL2546K 21% オフの 58,908 円、フル HD240Hz でプロと同じ環境でプレイをしたいならこちらがおすすめです。続いて Dell の AW2523HF 25% オフの 44,800 円、 360Hz が出せるモニターが欲しいならこちらがおすすめです。続いてこちら
27% オフの 31,800円、少し大きめのゲーミングモニターが欲しいならこちらがおすすめです。さらに画質を求めるならこちらがおすすめ、 21% オフの 34,800円、 WQHD で 180Hz まで対応しています。ウルトラワイドのゲーミングモニターが欲しい方はこちらがおすすめ、 18% オフの 47,390円とかなり安くなっています。続いてゲーミングチェアの紹介。まずは GT レーシングのこちら、 28% オフの 15,720円、人気ナンバーワンのスタンダードモデルです。他にも部屋に馴染みやすい LR002 シリーズや、メッシュ素材で通気性のいいルフト310シリーズ、スピーカーがついているエースマーズシリーズなど同じく安くなっています。続いて AK レーシングプロ XV2、 11% オフの 52,020円、5色展開ですがグレーのみセール対象となっています。続いてこちら 46% オフの 16,830円、社長椅子のようなふかふかを求めるならこちらがおすすめです。続いていい時から出ているこちら、 15% オフの 39,865円、国産のゲーミングチェアならこちらがおすすめです。続いてマイク関連の紹介。まず一つ目はハイパー X のこちら、 16% オフの 6,700円、音質と値段のコスパを求めるならこちらがおすすめです。ホワイトの方が若干安めとなっています。続いてこちら、 23% オフの 17,980円、より音質が良く多機能さを求めるならこちらがおすすめ。続いてシュアーの SM7B、 12% オフの 42,768円、配信者などがよく使う高級マイクです。続いてこちら、 21% オフの 25,562円、 SM7B より価格を抑えたい人におすすめです。以上がブラックフライデーで買うべきセール品の紹介になります。Amazon のページにも記載がありますが、掲載商品は予告なく販売を取りやめたり、セール期間中に在庫切れになる可能性があるので、欲しい商品がある場合なるべく早めに購入するようにしましょう。モノラスではパソコン関連の役立つ情報を発信していますので、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。